村松茂清から1695年は江戸時代の数学者が参加である。日立国中郡出身で1663年に全参巻からなる球の体積について記載のある3層を表し、同年に日本で初めて演習率を小数大7桁まで数学的に計算した数学者として知られる。 また、今村希少と並んでエリの研究における先駆者だった。後に、阿穂藩朝野家に仕え、養子の村松秀直は、阿穂老子の一人となっている。弟子には、矢部提言、樋口賢治、片岡豊忠、湯浅徳氏、野村正主らがいる。1608年頃に、日立国中郡村松村で生まれ、水戸藩で和参家の平賀康秀に弟子入りする。 リマコ国ア後半で藩主の朝野氏に仕えた。江戸で数学を指導している際に1639年に漢文で書かれた当時における数学の教科書だった今村地小著の権威録をもとにして1663年に全三巻からなる新しい数学の教科書である三層を表した。また、1663年に日本で 初めて円周率を数学的に計算した数学者であり、最初は円に内接する正四角形、正八角形、正六十四角形の周の長さを計算していくと、やがて正三万二千七百六十八角形にたどり着き、円周率を実際は小数第二十一桁まで算出したが、正しかった数値は小数第七桁までだった。 その後は1681年頃に和参家の関高数が極限の考えを利用し、正13万1七7 2角形を使って小数第11位まで算出した。村松茂清著三町、三田から、数学とも楽会、2012年9月25日、閲覧。パイの歴史、2012年9月25日閲覧。朝日日本歴史人物辞典。 村松茂清から言葉んく、2012年9月25日、閲覧。ありがとうございます。